おはようございます。プレイステーション4版ニアリプリカントパート10、10回目。あれ、これどこや？久しぶりにやるか。あ、そう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 。砂漠に。砂漠に行くんやったよね、確か。はい。行くぞ。砂漠のピラミッドの中に何かあんのやったっけ？確か。確かあれ、普通の人は入られへんとかいう話だったよね。少しずつ思い出してきた。久しぶりにやるからね、操作方法もずっとポケモンスナップやったからね。案内だけでもさせてください。砂嵐の場所は慣れたものでなければ通ることできませんので。 OK。 操作の仕方か、失礼しました。失礼しました。重ねと、ガードか F2 で H パンチ R 回避、ジャンプ、2段ジャンプができた気がする。はい。で、四角攻撃、三角も攻撃。OK。 えい、あれ、エイムってどうすんだったかな。あれ、右スティック押し込みやったかな。やばめ。かわいいな。ここなんかいるんかな。敵がいるようであれば、俺がしっかりと倒さねばならん。あ、いなくね？そういう心配はないんかな、もしかして。それにしても何もない。ここか、これか、この下。ちげえな、こっちか。私が砂漠を案内します。離れないようについてきてください。はい、続きます。離れないように。これで歩くぐらいがちょうどいいかな。いや、階には大丈夫か。全然大丈夫。見えねえ。そういうことか。マジで、マジで、狼に気をつけろ。狼。よし。狼のカワハギ。狼のキーバか。この砂はひどいね。目を開けてらんないよ。口を開けると砂が入るぞ。フィアはこの砂の中でよく平気だよね。仮面に何か特殊な機能でもついているのではないか。ああ、なるほど。普通に袋かぶってんじゃないの。警戒を怠るな。またつまらぬものを切ってしまった。まったく、その小さな体のどこにそんな力があるのだ。さすがだよ。一人で生きていた、育ってきたのは強い。これ一人じゃねえのか。でもファミリーとみんな助けてくれるよね、多分。あそこの人みんな優しそうやからね、わりかし。見えねえな。あんまり見えない。マジか。これ一人で帰ってこれへんよね、多分。
周囲の警戒を怠るな。もしかして、気をつける。どこだ。暗い。ほら。ほら。いっぱい来た。よいしょ。そこまで頑張る。何時の忠誠心の深さはいかばかりか。本当だよね。王子、王様のため？王子だっけ？王様だっけ？どっちか忘れたけど。これで守ろう。なんかいそうだな。いねえか。ここか。この先？あ、ごめん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 。ごめんごめん。ほい、しっかり守ろう。お、ここか。この奥が砂の神殿になります。あ、あとこれを砂の神殿の実、ありがとう。どうも。待っててくれるのかな。でも一緒にいた方がいいよ絶対。私が入れるならここまで。ありがとう。 OK、 あとは任せててくれ。あ、そうか、一族入ったらあかん、一族じゃねえ、民は入ったらあかん言うてるからね。オッケー、俺が行こう。そういう話やったよね。そう、思い出してきた思い出してきた。少しずつ話が、頭の中で蘇ってきた感じがするね。最近ちょっと記憶力がどんどん悪くなってるから、はぁ、なんとも言えん。お披露目？なんだろう。これを見たとて何かこう思い浮かぶかっていうと、で一応このゲームニアレプリンカンと今 BGM オフにしてるんやけど、 BGM がねすごく良くて、よかったらぜひとも買ってね聞いてみてほしいっていうのはあります。 BGM むちゃくちゃいいからね。そうそう、なんで俺はあえて F じゃない、オフにしてると。あら、あら、何か、この部屋で以下の声を禁ず。羽飛ぶ、羽飛ぶ。あー、なるほど。何ボタンどうすんだっけ。こういうことやろ。多分いけないところがあるのかな。で一つ、あれ、なんだ、どうした。掟を守らないと先に進めないみたいだね。今思ったけどこれ回っていけんじゃん。無理か。普通に通りゃいいか。こういうことだよね。半扉ぐらいにしたら、半扉じゃない、半分ちげえな。はいはいはい、これだと押していけばいいんでしょう。待ってよ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 。どうしたらいいのこれ。あ、壊したらいいんや。
試練の掟を突破せしもね、次なる掟に身を委ねよう。まったく手間のかかる。この扉開かない。この町の王子ってどんな人なんだろう。本来民を守るべき人物が逆に町の者たちにその身を案じられておる。違えな。わかるだろう。あら、待て。へい。無能な知れ者だ。無能な知れ者。なんだと？今なんか聞こえたけど。あそこか。開かれたわけやな。無能な知れ者の王様がここにおるんかい。若い王様が。無能な知れ者。王女様か。違うかな。レイ、下おれ。プレイモノ。ボーズ、どこから来た。男か。ウダト。あ、サントと大神カイラムデアルゴ。王子かやっぱりお前か。王子ってこんな子供だったんだ。スズキ、タトスケジ、レイジ。言葉がわかる。連れてなんだこれ。どうしたらいい。うん、ここでの起動を教えてほしいが、なんだろう。この部屋以下の声を禁ず、羽飛ぶウサギ、立ち止まりシフクロ。なんだ。助けに行かないと。止まったらいかんのかな。ごめんね。はいはい、多分止まったらダメなんだろう。ずっと動いてなきゃダメなんでしょう。はい、オッケー。試練の掟を突破せし者へ、次なる掟に身を委ねよう。身を委ねよう。約束。早く進みたい。次の掟が待ち遠しい。あれ、これは何だろうか。これは嫌な予感がします。あー、これ横じゃんっしょ。これほら、視点変えれねえからな。二段で、あ、あ、ん？これは？はい、オッケーオッケー。これ試練じゃねえんだよね多分。次なんだ。はい、なんだこれ。うん、次の試練。走るなじゃない、飛ぶな。走り抜ける狼、回避せしネズミ、魔を断ちしコウモリ。わかんねえ、わかんねえよ。くそ、やってられるかこんなの。あ、跳ねるのは魔法ダメだ。あとは走ってダメだっけ。やっぱ走ってダメか。ちょっと待てよ、待て。走ったダメ、回避ダメ、魔を放ちダメ。これか。こっちの方がいいな。切れたら行くぐらいでいいかな。あ、走っちゃった。ごめん、マジごめん。これ難しいな。スティックの操作具合が。あれ？ちょっと待って、これ歩くボタンってないんかな。ちょっと待った。傾けすぎると走っちゃうんで、この傾け具合。維持しつつ
マジむずい。いいね。これが終わったら歩き出すぐらいでいいかな。ちょっと待ってくれ。いやー、あー、これでしょ。今の見た。え？マジか。ちげえな。あれ？当たった？ちょっと待った。あー、これ歩くボタンとかないんかな。え、これさ、これ軽く押してるからこう軽くちょっとでもさ、プルってやったりピクって笑ったりしたらさ、ダメなんよね。ここか。待て、違う。当たんねえようにかわすダメだ。これダメ。一瞬通れる隙っていうかタイミングがあんのかな、もしかして。あー、なるほど。あ、間があったな。間あった、あった。オッケー、わかった。このスティック押し具合がむずい。押し込み具合がわかる？わからんよね、多分。ちょっとまだやってみてくれ。ちょっとなんか押して離してもちょっと歩くんよね、一歩。え？今の当たった？なんて、操作もっとないの？ボタンコンフィグ、初期設定。わかった。これしたらいいんちゃう？こうや。これが歩きや、まさに。これ走れへんからね。ほら。そういうことか。これでいいのか。こういうことか。はい。え、ガード。マジか。ガードができるのか。これガード速ありか。なんだこれ。あーあー、なるほど、そういうことか。ガードすりゃよかったんやな。なるほど。これはそんなに難しくなかったね。これが分かったらね。どういうこと？あ、え？3発目か4発目って魔法なのかな？ちょ、待て。あ、そういうことか。じゃ、2発で引っ掛けやな、これ。開いた。ちょっと待って。ガードが壊れる。すめん。下がれ。あ、しょ。もうちょっとこっち行った方がいいか。寄った方がいいね。はい。はい。は
これ間に合わんな。マジか。トラップは2段階でも3回、3段階でもあるわけだな。ここまずさ、普通に歩いていくとしょ、ちょっと、ああ、押しちゃった、押し込みすぎたみたいなのがあるし、このガードに気づいてガードで越えると、ここ3発目の攻撃に多分魔法が入って、魔法が入ってるんやろうね。こういうことや。はい。ほんまに苦労させよって。俺、これ5分もっとやってる。10分ぐらいやってんちゃう？なんこれ。入って、あー。あー、まだ、あと試練2つぐらいありそうやね。この他に。この試練もね、ちょっとアングル悪い。アングル。見せない。見せないスタイルか。見せない。OK。何？強固な守りの壁、魔を放ち。OKOK、分かった分かった。ガード使わない仕事やろ。だからこれを止めるやろ。やむんか、一旦。分かった分かった。こういうことや。ちょっと待ってよ。あ、でもそうか。こうして、でもそうか、押した方がいいな。この一つの岩で二つの攻撃を止められるよね、頑張ったら。なんで、そんなに、あと半マスで2つ弾受けられるが、ちょっと違うな。ほい。ここでいいんじゃ、いけんじゃ。無理かな。まあまあまあ、こんなもんですわ。へっ、この先はいけない。そっか、じゃああの2つだけやね、多分残るわ。あ、ちょっと怪しい。んー、なんか待ってる。同じようなことやね、だから。この演出は毎回避けへんね。省略とかもなさそう。へ、回避せしネズミ、魔を放ちしコウモリ。ちょっと待った。回転だから、こういうことか。ちょっと、なんだっけ。回避と魔でしょ。OKOK。このまま走り抜けたらいいんちゃう？待て、俺ちょっと油断してただけや。こうや。見えた。この道や。いや、見えた。この道やだから、分かる。こうや、もっと早く、クリア、清く。ここで一旦ガードを挟む。で、それで、うっと、フェイントか。後ろー、いやあ、んなもん、分かってた。これぐらいのことはね、もう、お見通しです。さあ、気の晴れ。ここや、ポイント。ここや、後ろ向け、ガード。よし。はい。お見通しって言ったけど、これはお見通しじゃなかった。まさか、どっから来た。はい、これでしょ。はい、後ろガードで、バックんで、どっから来る。弾道はちょっとあれやな。ここに入った。ああ、これ
これ押せんのかな。ちょっと一旦休憩みたいに入るのかな。こことか、こういうことか。はい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 、ちょっと死にそうなんやけど、こっちじゃない、こっちもでも行けなさそうやね。うん、この扉開かない。頑張れ俺、こんなんにやられてたらあかん。よし、次は、え、何これ、ちょっと待てよ、まだけ使った感じあるかな、多分違う。そういうことか。黙ってないと失敗しちゃうよ。あの仮面の連中は掟がよほど好きだと見える。お、壊せた。なんでこんなにややこしい掟を作っちゃうんだろう。通れない。そっか。大丈夫か。これを壊す。うん。なんか落ちてる。粘土。うん。はい。死ぬの起きてを突破せしも次なる起きてに、はいはい、オッケー。こっちも開かない、開く、開くんだ。待て待て、これも俺にとっては試練や。ちょっと待ってくれ。待て待て待て、ほい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 、よいしょ、よしよしよし、オッケーオッケー、もう大丈夫だわ。何これ、ちょっと待て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 、薬草、よし薬草ね。うん、特に何もない。ここは、え、ここにも試練があるのかな。なんか戦って倒すんちゃうかな、これ違うか。回避せし、こういうことか。チュートリアル、あ、走ってよ、走ってよ、走ってよ。悲しみの、か、の、の、の悲しみそなた。回避ダメだけど、ガードはしていいんかな。はぁ、ダメージ食らうの別にいいんか。
そっか。わ、紅白、うん、幸薄く命を散らす。そっか、回避したらあかんだけど、ガードは別にいいやもんね。完全により難しい難易度でやってたわ。なにこれ、成功な機会。うん、え、ほう、ここなんかあるよね。なんやろ、結構長くなるのかなこれ。あそこはゴールか。一つ赤いの扉があって、魔法で、魔法じゃないか、不思議な力で通れなくなってたところが粘土。4月5日お兄ちゃんから手紙が来ました。どうやら海が見えると書いてます。ヨナも海が見たい。よし、セーブしたから、これボスか。それ優しいよね、 FF システムじゃないけどさ、ボスの前とかでいいとこでセーブポイントがついてる。お、見るからに怪しい広間だな。怪しいな。まあ、オーケノっていうくらいやからさ、敵もそら人が作った機械の機械つうか、なんかモンスターつうか。はあ、お前がボスかもしかして。え、そのままガシャンっていうか落ちて潰れるみたいな。あ、下に持っていった。へえ、へえやな。なんやろ、下に降りたらいいんか。おっ、口の減らぬ子供が囚われておるぞ。だが掟がないのであれば我らの本領が発揮できよう。どういうこと？思う存分やれるね。うん、どうなんだろう、どういうこと？これは一体、待てよ、青いのは何や。光る箱から魔力を感じるぞ。多分赤いやつを狙うやろな。あ、失敗した。色が変わる。え、あ、違う。え、どういうこと？早いな。やばいやばい。早い。なかなか当たらへんね。
やばい。これじゃなかなか崩せへんな。たわいもなくないやろ。これはやばいぞ。まだ HP 残ってるからな、むちゃくちゃ。おかわり。なんとも奇妙なやつだな、箱の集合体とは。白も大概不思議だと思うよ。やばいやばい。はい。うん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 。待て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 、どこや。あれ鳥になってんや。え、防御が固い。そうね、アルティメット防御や。カイネ、全部まとめてぐしゃぐしゃにしてやる。そこを動くな。マジかマジか、お前できんのかカイネ。あ、カイネはや、あ、あ、カイネ帰ってこい。やっぱり赤いやつを攻撃しなあかんみたいで、でも青しかないからな。どうやってここに来たの？知らん。何パンチ？暴れたらここに出てきた。よくやったぞ。下着を。あ、ダメだ。うるさい。ダメだ。ダメだ。ダメだ。赤がどこだ？カイネ、光る箱を優先して破壊するのだ。チキンのボロ神は黙ってろ。許せもクソもあるか。全部ぶっ壊せばいいだけだろうが。まあエグザクトリーなんですが、カイネ。よし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 、いい感じだ。カイネどこ行った？あ、赤。何、第三形態、ラスボス。あ、いろいろ楽しませてくれる。え、オッケーオッケー。極悪レーザーや。これ強いなっていうか強くない？むちゃくちゃ強い。はいはいはい、来い、ラストやろ。あ、いた。いや、ちょっと待って、火力むっちゃあるっていうか。お疲れーす。ゼルダみたいなその仮面をかぶ手に入れたら、まあ一人前として認められるみたいな感じかな。王子として違うか、どうやろう。カイラム、ユリ、スサラト、うん、カイザムセトン、王家のアイザム、アイザムとウサトチ、ウレシグ、うん、ツグ、コスキ、
サオサラエオ、シエテペルア、カイザンアサキ、カエ、サラトアヤーリ、アトブル。カイラム、オジ。そしてキルタチエクグ、ギリスアガイ。起きては縛るためにあるんじゃない、自由を知るために存在する。ウカン、お父さんが。ヤーリ、カイザムアッチ、エテスレタダ。いや、先代の方が私に教えてくれた言葉だ。それで、カイザムチ、タレル。これで俺、僕は王になれる。カイザムチ、タレルって言ってたね。チロンデク、カイラム。カイザムヨーリ。なんかわかんないけど、よかったね。ウラ、コトサラタインタ。コトサラ。ゴスローであった。ゴスローであった。ベルアト、カイザムセテ。仮面の斧にかけて望みを叶えて使わす。それぞれが思うままに述べるがいい。そんなお礼だなんて。エンリタンサクルタ統合。よく喋れんな。脅迫だ。じゃあ掟ゼロとして気に入らない掟は住民投票で変えることができるってのはどうかな。明暗だ。明暗。ヨーリサ。チスチタ。とルドス。恩人はくれた。行かない時もその恩義を忘れない。それが仮面の人の誇りなのだ。では感謝の気持ちに変えてその後の望みを叶えよう。にしてもそれだけで王たる私の格好がつかない。つまらぬものだが受け取ってくれ。片手剣輪廻転生。でも王のために一番頑張ったのは僕たちじゃないよ。そうなんだ。ケワタタ。国門病の治療方法について何か知らないかな。ソスンよ。ソスンよ。ライダので糸地きた。やっぱり王様でも治らなかったのだ。そうか。ああ。手は尽くしたのだが。地道に封印されし言葉を集めるしかないようだ。そうなんだな。それしか手がかりはないし。はいはい。ウィン？それらを集めると国門病が治せるっていう古い言い伝えがあるらしいんだよ。伝説というだけでそこに信憑性はないかな。ヨナを助けられる可能性が少しでもあるのなら何だって信じるよ。言葉だろうがオーブだろうがクリスタルだろうが命がけで集めまくってやる。おい、もう終わりか。ここは終わりかな。どうなんだろう。役に立てなくてすまない。いやいや、余命は。あのなんだ。またあこちしてすれたいさ。またあこちしてくれ。んそのとだちときて。とだちとして。もう誘拐されるでないぞ。ありがとう、本当にありがとう。ふんさし言葉を手に入れた魔法黒のとどろき壁、なんて読むんだ。障壁なんだろう。使ってみたいな。魔法黒の手を、これにしてみようか。ヨナが心配だ。そろそろ戻ろう。これで守ってくれんのか。いいね。帰るわ俺。乗せてくれ。入り口前。そういう感じだったよね。なんか流れてくるのに勝手にジャンプして乗るもんやと思ってた。 OK、 ありがとう。あ、そういえばさ、なんかお店があるって言ってたよね。おお、砂漠の地図、仮面の地図。なんかさ、いろいろ買っといた方がいいもんとか、なんか言ってなかったっけ。収穫促進。待って、ブラーいいよ、構わんよ。ミクリアのクエスト、遠出買い物、収穫促進肥料。卵、姉妹の歌、トカゲの尻尾、ネズミの、なんかあったな、そういえば。収穫促進肥料とかさ、ここで買ってもよくない？売る、力の種、回復薬、ルアー、アンバー。半分ぐらい売ってもいいよね。
狼、こんなもんなんかいりそうやな。今後ちょっとだけ売ろう、半分ぐらいね。標本は別にいらねえや。へこんだ金属バット、鶏卵、壊れた時、まあこんなもんでいいでしょう。上こっちにもなんかあった。どこだ武器屋。つまり武器屋っつうかあれだよね。ちげえ、装備ウェポン、これかオール武器でリンネ。あれ待て、リンネ転生弱い、とても軽い。あーなるほどな、そういうことか。すべて黒の幻影と、これもな、何も特殊効果はない。音楽を愛する場と MP 消費量は、こんなもんか。武器かな、武器の攻撃力 4% は強いよね。やっぱ 4% を超えるもんはねえか。特殊効果麻痺、麻痺、今口ざむ、特に何もなく。アイテムドロップ率を上げるか麻痺つけるかやね。アイテムドロップ率にしとくか。てか俺さ、今つけてる武器は、つけてる武器、これユリの、これいいのかな。なるほど。なんか、変なノイズみたいなのが入ってる。気のせいかな。じゃあ、時間いくらなんで、今日この辺でありがとうございました。おやすみなさい。